今来ているところは18条1丁目のバス停前であります。41とですね69号が通る路線の一つ、まあ道幅はそれほど狭くはないんですけれどもね、榎橋方面そして大阪駅前方面のですね、バス停があります。41号は、宮原4丁目新大阪駅東口を経由して重曹大阪駅方面へ、そして69号は三国駅前から重曹を経由して大阪駅前へと向かう、路線ということですね。まあ2路線あるということなんですけれども、まあ、どちらかといえば69号がですね、本数が少し多いかなという印象なんですけれどもね。今回はこちら18条1丁目の方から歩いていきたいと思います。ちなみに18条1丁目のバス停前にあるのが新規観光バスの大阪営業所なんですね。その間に、バス停があるということなんですよね。まず18条1丁目のバス停を出て新大阪駅方面へと向かって、南下する形になります。奥に行くと、日生新大阪ビルの建物を見ることができます。この交差点で41号と69号が分かれることになります。69号はこの道、そしてこちらから41号行くことになるんですが、こちらからですね、左の方へと進んでいきます。すなわち新御堂筋方面へと向かうことになります。そして、かつては専門学校があった今は住宅地となっている、地点を通っていくことになります。18条1丁目から東三国6丁目の方に入ってきましたが、こちらが東三国小学校になります。歩き出して500メートル、東三国6丁目から5丁目の方へと入ってきました。そしてその先を進んでくると、市道が見えてきます。そうすると東三国2丁目西のですね、名前はないんですけども、この交差点に、差し掛かることになります。右手の方にはマクドナルド、セブンイレブンがあって、そして新御堂筋、その右左の方に行くと、東三国2丁目の交差点に向かうということですね。大阪メトロ御堂筋線の東三国駅前にあたる東三国2丁目の交差点に、差し掛かってきました。東三国2丁目の交差点を過ぎて、東三国1丁目の地点にと差し掛かってきました。すなわちですね、JR 東淀川駅方面へ向かっているということなんですが、今は、南下しているということで、ちょうど新御堂筋のですね、大阪方面から向かって左側を歩いているということですね。歩き出して 1.2 キロ、ショッピングプラザ、新大阪生鮮館を右に見ながら、信号を左へと曲がって、JR 東淀川駅方面へ向かっていることになります。歩き出して 1.5 キロ、直進の道から緩やかに右のカーブが見えてきました。その先を進んでくると JR 東淀川駅になります。幸いにもエレベーターの方がですねちょうど止まっていましたので、そのエレベーターを使って JR 東淀川駅の方へと上がってきました。JR 東淀川駅の改札前を通り過ぎて、大阪シティバスの東淀川駅前のバス停に、差し掛かります。ちょうど今221系のですね6両編成快速が、東淀川を通過していくところであります。でここから、西淡路1丁目の方へと入ってきて、東の方へと向かっていくことになります。東淀川駅筋を過ぎて西淡路3丁目の小さな商店街の中へと入ってきました。その先を進んでくると東海道新幹線の高架が見えますが、その高架の道路に出てくるんですけれども、こちらをですね左に曲がると西淡路公園の方へと向かうことができます。裏口になるんですけれどもね、進んでいくことになります。ちょうど右斜めに見えてきましたけれどもね、その防災行政無線がですねスピーカーが見えますけれども4つあるんですが、こちらが旧西淡路小学校の校舎になります。ちょうど差し掛かってきた西淡路公園になります。
裏口から入るんですが、ちょうど裏口の右側にはお手洗い、そしてコンビ遊具があります。今は、ブランコはですねちょっと今使えない状態で、更新作業してるんですけれども、いくつかの健康遊具そしてベンチが置かれてあります。今は冬こだちしてるんですが、このように、裏口の入り口前にはこのように大きな木があってベンチが置かれてあります。そして、柵のついたですね砂場があって、先を進んでくるとその前に時計があるんですけども、このように休憩スペースがあります。災害用のかまどにもなるベンチが3つあって、そしてこのように広場がですね広がっているんですね。奥の方に進むと、健康遊具がですね2つ置かれているということですね。裏手にはこのようにですね西淡路センター今工事中なんですけれども、ありまして、このようにですね、庭を感じさせるような広場が見えてきます。そして、モニュメントということで、この西淡路公園の文字が書かれてあります。そしてちょうどここから東海道新幹線の高架が見えてきますが、高架下を歩いてくることになります。すぐこの階段を降りて左に行くと大阪シティバスの淡路3丁目のバス停があります。歩き出して 2.1 キロ、東海道新幹線の高架下を通ってくると間もなく旧西淡路小学校の体育館が見えてきます。西淡路3丁目に差し掛かってきましたが、こちらが旧西淡路小学校の体育館になります。西淡路小学校と淡路小学校がですね、統合試験からもう3年でしょうかねなるんですけれども、今もですねその旧西淡路小学校としての形を残しているということですね。まあ、かつてこの旧西淡路小学校はと言いますとですね、もう新幹線がですね間近で見える小学校ということでですね、遊んでいた通っていた児童の皆さんもですね、まあ新幹線とともにですね学んでいたという印象が伝わってきそうですね。東海道新幹線の高架下を歩いてきましたが、右に曲がると淡路本通り商店街が見えてきました。淡路本通り商店街の方へと入ってきて、ちょうど淡路4公園の方に差し掛かることになります。この淡路4公園はですねこのように奥に休憩場所があります。そしてコンビ遊具とですね健康遊具があって、ベンチがですね、多数置かれてあるんですけれども、この淡路4公園は防犯上の関係で夜間と、早朝は閉まっていて、日中の時間帯のみにですね、開園しているという公園なんですね。ということで、阪急淡路駅おなじみ西口に到着となります。18時1丁目から歩いてきたんですが、44分32秒を所要して 2.71 キロ、4952歩の332キロカロリーで今後やってきたわけなんですけれども、ちょっとですねこの後乗る電車がありますので、ちょっと取り急ぎということになってしまったんですけれども、まあ、今までは三国駅前から歩くことが多かったんですけれども、ちょっと変わった場所から、ね、歩いて淡路まで来たんですけれども、まあ、新幹線の高架下を経由してても大体は45分ほどで行けるということで、またですね、淡路駅まで迎えるバリエーションもたっぷりありますので、またいつかご紹介できればと思います。18時を1丁目から阪急淡路駅西口までを歩いてきました。